大阪府立大手前高等学校は大阪府大阪市中央区大手前にある公立の高等学校。源流は明治初期1882年大阪市販学校に設置された付属裁法上で大阪で最初の公立の女学校として創立した。1886年帰宅上安庁に創立された市販学校の付属裁法上に期限を持つ。 この期間を、洋蘭時代として、市販付属から独立し、大阪府女学校を称した1886年を、創立の年としている。その後、幾度も、いかんやい転、解消を経て、大阪府庁舎の北側で、公明の由来、大手前の地に校舎を構え、大阪府立大手前高等女学校となり、太平洋戦争後の1948年4月23日、 新生の高校の大阪府立大手前高等学校に改編。大阪府立北野高等学校と生徒、教職員を交流し男女共学となった。このため2016年度の入学生まで出席番号は女子から始まり、校歌のキーも女子に合わせておりやや高めだった。家庭は全日制と定時制を併置。全日制は長らく普通科のみだったが、 1993年に理数科を平地。2011年度から大阪府教育委員会のグローバルリーダーズハイスクールの指定校となり理数科を廃止し分離学科を平地。2018年度より普通科を廃止し分離学科のみとなっている。同年度の入学生の場合 SS コースと一般コースに分かれ2019年時点では SS コースの生徒は、自らの考案したテーマに沿って、課題研究に取り組んでいる。また、2008年に、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクールに指定。以後も続けて、再指定されている。定時制は、生徒の就職アドバイザーとして、産業カウンセラーを配置。生徒の就職を支援している。1882年帰宅上安庁にある、 大阪市販学校に付属裁縫場が設置された。小学校の裁縫担当の教員を養成する家庭で、市販学校と女学校の役割が未分化の時代、女子教育は小学校教員養成を中心に行われていた。裁縫場は女子市販課、後に女学科に改編され、1886年9月に大阪府女学校として独立した。 高知は、大阪府立模範幼稚園跡。翌1887年1月、東京高等女学校に見習い、大阪府高等女学校と称するようになった。1889年4月1日、市政の施行により、大阪市が発足。大阪府高等女学校は10月1日付で市に、移管され、市立大阪高等女学校へと改称された。 死への遺憾について、大阪府立大手前高等学校70年市は、この間の資料は皆無で、事情は一切不明と説明。大手前100年市は、内務省からの指示があったと推定している。1890年から1891年に、かけ、不況を背景に、大阪市は、財政難となり、数年来、全パイロンのやかましかつた高等女学校という、 状況に陥った。しかし廃校に反対する運動を在校生や関係者が起こし、存続が決定した。その後、1899年の直令高等女、学校令の施行を受け、翌1900年2月に大阪府知事、菊池氏にが大阪府教育10可年計画を策定。都心部の中等教育について、府が、旧制中学校。 高等女学校の普通教育学校を大阪市は商業学校など実業学校を設置することに決まった。このため大阪府が高等女学校2校を新設し、工場を一元的に運営することとなったが、市立大阪工場が法令規定の人員を超過したため、1900年4月に市立大阪第二高等女学校が開校。 私立大阪公助も、私立大阪第一高等女学校へ解消した。ただ、この二重行政が、経済上不得策で、不立及び非私立を合併すべきと指摘され、同年11月17日の大阪府会の支部会で、県議となった。検討の結果、9月5日付の文部省国事第194号で、設置認可された。 大阪府第一高等女学校の校長として、私立第二校女の校長、大村忠次郎へ兼務を発令。3月5日、私立第一と私立第二の校女二校を増え引き継ぐ案を、大阪市会で可決。3月30日付の文部省告示で、私立の校女二校は廃校となった。廃校2週間後の大阪府告示で、 大阪府清水谷高等女学校と大阪府中野島高等女学校の開校が告げられ、清水谷は4月17日に、中野島は2日遅れて19日に入学式を挙行した。創立以来の中野島校舎は、狭い高地で、長らく問題となっていたため、北野村に移転した、道島中学校の跡地を転用。1902年、 北区道島浜通り3丁目2番地へ移転し、大阪府立道島高等女学校へ改称した。ただ、道島校舎は老朽化していたため、大阪駅北側の梅田の地に再移転が決定。移転予定地で1909年度より校舎を新築し始めた矢先の7月29日、市街地を襲った大火災で、道島校舎を一部消失。 焼け残った校舎と江戸堀小学校の2カ所に別れ授業を行った。梅田校舎の工事は急ピッチで行われ、翌1910年4月に帰宅北梅田町に移転、大阪府立梅田高等女学校へと改称した。移転先の隣には、同窓会、近蘭会の運営する近蘭会高等女学校があり、合同で遠足や、 運動会などを実施する協力関係にあった。その後、梅田校舎は、大阪駅拡張予定地となり、立ち退きを迫られたため、学校側は1920年以降、移転候補地として、北野の地などを検討。結果、13への移転を希望した。しかし、大阪府は、東区大手前の町の市長兵第4、大替弊社跡地を買収し、一角を、 梅田工場の移転用地に充てることを決定。1922年に大阪府会で建築案が可決され、校舎建設工事が行われた。なお、この時見送られた13の地へ1922年、北の中学校が移転している。郵便局で使用された創立50周年記念院に描かれた当時の校舎1923年4月に大手前に、 校舎が完成し、移転、大阪府立大手前高等女学校へ改称した。昭和時代に入り太平洋戦争の選挙区悪化により、1944年以降、勤労動員が実施。3年生以上の生徒は、大阪造兵省及び、陸軍造兵省大阪工省平方製造所へと動員された。また、校舎の戦時転用により、 大戦末期1945年4月に豊中市の大阪府立豊中高等女学校内に一時移転終戦後12月に大手前の地に復帰した戦後の学生改革に伴い1947年に新生の中学校を一時的に併設し2年生と3年生を移行させた翌1948年に新生の高校へ改編され 大阪府立大手前高等学校となり、大阪府立北野高等学校と、生徒、教職員を交流して、男女教学となった。また、この年に通信教育部が、1950年に、定時制課程も閉地した。その後、通信制課程は、大阪府立桃谷高等学校として独立した。制服がある。校外教授及び修学旅行には、 私服で参加。全校規制のため、周期休業日が数日間ある。授業は65分5コマ。時間割は2週間サイクルで組み、授業数の合計を2で割り、ユニット単位を算出し、留年等を決定している。なお、文系理系分けが2年生の前期終了の時点となる、ため、クラス替えは、1年生、2年生、前期、2年生、後期。 三年生という変則的な期間で行われる。学校行事がある日や、就業式など、式典の日も可能な限り授業を行っている。2007年から年間15回、土曜日の午前中のクラブ活動を禁止にして、大学別進学講習や希望者補習などの学習活動日に当てている。校舎は、本館、理科胸、別館、新館、近覧会館などに分かれている。 本館は7階建てで、エレベーターに行き、生徒が自由に使用できる。施設上の理由のため、全日制生徒の自転車乗り入れを禁止。不定期で自転車指導があり、本校教員が学校周辺を巡回し、違法駐輪した生徒に厳重注意を促している。また、原動機付き自転車の運転免許取得も禁じられている。 1955年の映画、ゴジラの逆襲に登場し、ゴジラとアンギラスの戦いで校舎の一部が破損されたエピソードがある。ちなみに、隣接の大阪府庁舎は1989年公開のアメリカ映画、ブラックレインで、大阪府警本部庁舎という設定となり、ロケ地として使用された。5月に、体育祭、コーラス大会、9月に、青霧祭り。 12月に球技大会等があり、自治会本部が主として行う。4月中旬と10月下旬に自治会選挙も行われ、会長、副会長、初期、会計、議長各1名、会計監査2名、学年代表各学年1名が選出。また、書務、運動、文化、構成、集会の各委員会から部長も選出される。また、 本部役員のサポートを行う補佐を募っている。一年生を対象の102人大会では、英語やタイ語など外国語で読まれることもあり、盛り上がりを見せる。また、海外研修が盛んであり、過去にアメリカ、オーストラリア、オーストラリアに開校100周年を記念して、大阪府立国際児童文学館と共同で児童文学に関する、 優れた研究を表彰する国際グリム賞を創設した。学校法人、金蘭会学園の母体となった。ありがとうございます。